皆さんこんにちは、武田塾の武田です。釣りです。今回のテーマは受験生のみんな共通テスト本番をイメージしよう。高田はセンター試験をこう受けた。メイジングトレーニングですかね。発音いいですね。共通テスト1ヶ月ぐらいですか。本番どんな雰囲気とか、特に高3の子たちって、イメージが湧いてないと思うんですよ。それは初めてですから。初めてですね、はい、ちょっと難しいなとは思いつつ、はい、10年前になっちゃうんですけど僕自身のねセンター試験の日がどんな感じで受けたのかっていうのね、ブログが、当時のブログが残ってましたんで、それをちょっと話していきたいなというふうに思ってます、はい、当時地学マスターという名前でねブログを書いてました。こんにちは、地学マスターです。いよいよセンター試験本番を迎えました。淡路島に住んでいた自分の試験会場は神戸の流通科学大学でした。たまたまね模試で受けたことある会場なんです。ちょっとラッキーで、模試でトイレの場所とか大学の雰囲気とか、はい、机の感じ部屋の感じどんなか分かってて、空調とかも結構僕暑がりやったんで、暑すぎないような教室やったんで、なんとなくイメージ湧いててよかったなっていうふうにまず思いました、ね。模試とかでもね大学会場とかね、はい、受けられるチャンスがある人は、同じ大学じゃない人も雰囲気はね疑似で体験できたりしますね。これぐらいのね内容を今日はお届けしようかなと、はい、神戸の流通科学大と淡路島なんで結構遠いんですよ。そのため朝5時半くらいに起きて早めのバスに乗りました。早いっすね。朝5時半起きでね、はい、多分ね始発やったと思うんですけどね、6時何分とかのバス、1時間ぐらいかな、高速バスで。普段よりもだいぶ早めに、だいぶ早めに行きましたね。雪とか降るじゃないですか、はいはい、だからそれで遅れたらどうしようとか、みんな基本多分電車とか地下鉄とかでこの大学行くんで、はい、僕だけ高速バスやったんで、僕だけ不利になるじゃないですかだから自分だけ不利にならないようにと思って早めに出ましたね。なるほどですね。はい、バス停まで送ってくれた父親は、じゃあ頑張ってとあっさりした声で見送ってくれました。父親も内心不安で不安で仕方がなかったと後から聞かされました。高校卒業してすぐ働いた両親のもとで生まれた自分が淡路島の漁師町に生まれ、その環境の中で京大を目指すというんだから当たり前かもしれませんね。会場には一番に着きました。開放されている誰もいない食堂で最後の追い込みです。音楽を聴いてリラックスしながら、現代社会のセンター試験の点数が面白いほど取れる本の苦手分野を読み込みました。朝見た一瞬の記憶が試験で分からなかった時に助けてくれる気がしました、っていう風な感じでね。多分7時ぐらいに会場着いてます。僕が多分一番乗りやったんですよ、はい、食堂みたいな場所が特別にこう開放されてて、会場によるんでね、僕の場合はですけど、そこ入って持ってきた参考書をね、直前の追い込みだって勉強して、それまで相当やってました。現代社会のねセンター試験の哲学面白いことを取れる本やってたんですけど、グラフとか表とかで朝バッて見たやつが頭の中にちょっと記憶残って、確かあれ朝見たやつ書いてあったよなで解けるとか、なんか一問ぐらいありそうじゃないですか。映像記憶じゃないですけど、映像記憶だと僕絶対できないですよ、できないですけど、目に焼き付けようと思って直前まで読み込んでました、ね、それが結構功を奏した部分はありますね。結構出ますよね実際ね。直前の直前までそれぐらいの覚悟でやるんだよっていうのを今持っといてほしいですね。ちなみに音楽は何聴いてたんですか。これは多分 AKB じゃないかなAKB だと思いますね、はい、テンション上げつつ。じゃあ続いてセンター試験の会場は高校の友達が周りにいるので、高校で受験するような雰囲気でした。一番最初の科目は地理でした。これ意外とね、みんな緊張すると思いつつ高校単位で受けるじゃないですか、はいはい、だから周り結構友達とかいて、意外とこんなもんか試験本番みたいな、共通テストってなんか意気込んできたけど、もしみたいな感じみたいな、うんうん、っていう風な印象を僕は受けたんですけど、ごちゃ混ぜでした。僕の会場は明石北高校って言うんですけど、明石北高校だけやったんですよ、はい、もうみんな知り合いみたいな。じゃあもう高校じゃないですか。さすがに周りに知らない人いっぱいいましたよ。あ、会場によるんですかね。予備校で受けに行った模試みたいな感じに、はい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 、僕の場合は近かったですね、はい、友達がそれなりにはいてる、まあ、パラパラと。そうですね、はい、で一番最初の科目は地理でした。いよいよ受験が始まるんだな、この瞬間で結果を出すために今まで頑張ってきた、大丈夫、自分はできる、そんなことを考えながら試験開始です。手が震え始めました。あれ俺緊張してる。心の中は冷静でした。一問一問解く中でできるできると実感が伴ってきて落ち着いてきました。覚えてますね。緊張しましたよ。みんなもね本当にね、そう考えながら1ヶ月後シミュレーションしておいてほしいんですけど、地理、はいはい、って僕得意科目なんですよ、はい、実際本番満点やって、なんか手が勝手に震えるんですよ、ね、みたいな、あれみたいな、緊張してるやん自分みたいな、分かる問題がちゃんと取れていくと、そうですね、なんかこう平常心に戻っていくみたいな、はい、どんな問題出るのかなみたいな時が一番緊張しますよね。そうです、1問目とか多分ねパニックなると思うんですよね。ちゃんと解ける問題が見つかっていくと、あ大丈夫だ大丈夫だ、いつも通りだっていう風になれるんでほんまに緊張するよっていう、その中でパフォーマンス出せんのみたいな、今の勉強のクオリティで大丈夫なみたいなことは言っときたい。絶対自信あるって状態じゃないと、本番やっぱ手震える中で解かないといけないわけだから、社会得意な人割と有利かもしれない。まあそうですね僕も日本史 B 最初だったんでよかったですよ。最初からへんてこな問題来たらちょっと嫌ですけどね、うん、そんなところもメンタル的な部分はやっぱ試験本番かなり大きいですよね。いきますね、はい、リスニングの前は耳を鳴らすために一人外を出てシャドーイングをしました。シャドーイングも武田塾で教わった勉強法の一つです。リスニングの前に一回ちょっと音聞こうと、うん、みんな教室で喋ってたんですけど、自分は違うって外出て速読英熟語の音声を iPod に入れてたんで聞いてましたね、うん、
意大事かもしれないです。傾向は変わるもの、そう思ってきたからこそ英語の多少の傾向の変化も焦らず対応できました。自分の受験した2014年の国語が難易度が高く平均点が過去最低でした。自分も古文漢文で手応えはなく、ここは運に助けられたかなという気持ちは正直あります。1日目の試験が終わると日が暮れていましたっていう感じでね、傾向って変わるものと思ってみんなが対策してほしいなと思ってて、はい、多分何かしらの科目は傾向変わります。リーディングが変わるかもしれないし、国語が変わるかもしれないし、数学が変わるかもしれない。何が変わるか分からないです。でも変わるものと思って受けていくとやっぱり変わったかってなるし、傾向変わったことに本番慌てる子もいるじゃないですか。傾向変わったのみたいな、ここまで何回変わってきてるねんって話じゃないですか、はいはいはい、多少変わったぐらいでうろたえない、うろたえない時点で周りより一歩リードしてる、その感覚は持っといてほしいなと思いますね。我々からしたらね、もう何でも入試を追いかけてるんで、まあそれは変わるでしょうって感じですけど、特に対策不足というか、単純にただ過去問を解いてその年度が難しかったのか簡単だったのかみたいなところは分析できてない高校生の方が多いと思うので、自分が解いてみてむずいな簡単だなとかっていうのが遡っていくとあると思うので、そういう時にちゃんとそういうところまで想定できてるかどうかとか、準備の程度というか、例えば国語がすごい崩れたとしてもその後の英語がちゃんと安定して取れるかどうかみたいなところはやっぱりここもメンタルですね。ブログには書いてないんですけど、国語はめっちゃ難かったんですよ、はいはい、平均点が200点中99とか98にくいですね、はい、年やったんで、友達がもう終わった無理やって言ってて、はいはい、で自分もむずいと思って、はい、やばいかもなと思ってたけど、終わったことは気にしてもしゃあないっていうマインドってめっちゃ大事じゃないですか、はい、切り替えて次英語やったと思うんですけど、はい、英語を集中したんですねむずくなったりとか傾向変わったりとかってするものって思っといた方が気持ちは楽かなと思うんで、今のうちからまあそういうトレーニングをしといてほしいし、問題集とか解くときに協定の難易度超えてるなとかって、協定もどの難易度で来るか分からんよっていう、確かに例年と比べたらむずいかもしれないけど、そのむずいのが本番来るかもしれないじゃん、だから結果を無視したりするのは良くないなと思うんで、いかなる時も問題のせいにしないっていう姿勢は大事かなと思いますね。確かに傾向が解きやすくなって困ることはないですからね、油断せずにしっかり解き切ればいいと思うんですけど、大抵の場合はむずってなって崩れちゃう子の方が多いとは思うので、難しいことを想定していきましょうとか、むずいなりにも点取るっていうのが大事で、そうですね、そうですね、大崩れしないっていう、そこは気をつけてほしいですね。1日目ね、試験が終わると日が暮れてましたってことです。家に帰ると答えが気になって仕方ありませんつい自己採点をしてしまいました。本当は絶対しない方がいいですと。1日目の結果は思った以上の出来、ダメ元で出願した早稲田大学センター利用入試での合格の希望が出てきました。川山陽しちゃいまして、自分で、はいはい、あもういけるなと早稲田のセンター利用、初め無理やと思ってたんですよ。90何パーとかですよ、当時 の、 そのセンター利用のボーダーが、自分は絶対無理だと、さすがに90何パー取れないなと思ってたんで、はい、無理だと思ってたんですけど、1日目の点数自己採点したら取れそうだと。結論が言うと2日目油断しました。ダメでしたね、ちょっと気が抜けちゃってましたね。だから自己採点は絶対しない方がいいですと。2日目は数学 2B は答えに詰まりタイムオーバー、練習不足でした。地学も過去最低の平均点を更新する難易度でかなりきつかったです。最終的な結果はこうなりました。合計が900点中793か。京都大学は問題なく出願できます。早稲田大学もセンター利用の入試入り直すと合格できるなと確信しましたって感じで、まあ、センター試験の日を終えます。どうでした、なんかちょっと受験生のリアル詰まってました。2日勝負っていうところもね、共通テスト独特かもしれないですね。そうですね、地で1とかの大体1日と、ね、国立20はね2日のところもありますけど、はいはいはい、2日間長いよ本当に。しかもね、僕の時代よりみんなの方が試験時間伸びてるから、はい、2日も長いですし、はい、1日あたりも長いですよね。休憩も長くて、僕でもね朝の時間で勉強したことは生きたとかね書いてますけど、休憩中も基本勉強なんで、うん、2日間脳みそフル回転みたいな、夜多分ね6時とか6時半とかで終わると思うんですけど、帰ってからも理科基礎とか集中して勉強してとかね、はい、そんな感じの2日間やったんで、もうめちゃめちゃ大変でしたよ。1日目の後とかもう勉強できなかったですよ、もう疲れすぎて。うつはそうなんでしょうけど、はい、ちょっとでもなんか理科基礎とか勉強しといたら使えそうじゃないですか、はいはい、理科基礎とか数学の苦手範囲とか、まあ、データと分析とかね、その辺復習するとかめっちゃいいと思うんですよ、うん、これまたね共通テスト直前の時期にどう過ごすべきか話しますけど、今みんなにイメージしておいてほしいのは、いよいよ1ヶ月後本番をみんな迎えるんだよってこと。本番っていうのは緊張とかプレッシャーの中で自分の結果を出さないといけないから、中途半端な知識だと結果出せないよと。今から勉強において常に意識しておいてほしいのは、このレベルの理解、このレベルの知識で本番通用するのかっていうのは自問自答してほしい、うん、今のみんなの完成度だと多分本番緊張すると出せなくなる子とかもいると思うんですよ。いやそうだと思います。絶対自信持ってこれが答えみたいな 100% の自信がその一問一問に持てたら本番緊張してもいけると思うんですよ。緊張して結果出すのって難しいですから、普段の勉強のレベルをそもそも上げてほしい、プレッシャーの中でちゃんと結果出せるようにしておいてほしいっていうのが僕の伝えたいことですね。具体的には参考書の完成度みたいな話に行き着くところではあるんですかね。そうですね、説明できるぐらいまでやってくれと。日本史なり何でもいいですけど、理社でもそうだし英国数でもそうですけど、説明できるまでやる、そうやっても 100% の理解じゃないですか。完璧に理解してるから説明できるわけで、なんとなくとか曖昧な知識、あやふやな知識で問題
題解けたって多分緊張したら出せないと思うんですよね、うん、とにかく一問一問説明できるまでやるってことにこだわる、これが一番分かりやすくてシンプルな勉強法かなと思います。参考書持ち込んでね試験本番解いたら分かんないとこあっても安心って感じだと思うんで、そのレベルを脳に入れるっていうところをしなきゃいけないっていうことと、予想問題とかね、ここからどんどん解いていくと思うんですけど、一個一個の間違いミスっていうのをどこまで真剣に向き合うかみたいな、本番と思わないとダメっすね。一問一問のミスを軽いミスだとかケアレスミスだとか、はい、これむずすぎるから本番出ないだろうなとか、試験本番の100点を構成する5点分の1個の知識だったらそれどうすんのっていうところまで、まあ、緊張感持つべきかもしれないですね。そうです、この動画で伝えたいのは緊張感です。本番すごいプレッシャーの中でみんな戦います。今その緊張してもしゃあないんで、今できることは完成度をとにかく上げまくること、絶対の自信を作ること手が震えても解けるぐらいですね、うん、それぐらいの完成度を目指して勉強していってほしいなというのが自分のエピソードから伝われば嬉しいです。今回の動画は以上です。頑張ってください。気をつけそう、今年も冬だけだけどの季節がやってきましたよ。ついに今年もやってきましたか。そうなんです、あの冬だけだけだが今ならなんと1ヶ月入会金無料で受けられるんです。おお、高1高2中学生のみんな、この冬本気で1ヶ月頑張ろう。詳しくは概要欄から。